キングコロナ太一と中です。今回はインサイドのダイレクトシュートをやっていきたいと思います。インサイドのダイレクトシュート、いい利点がすごいたくさんあるから、そういうのを伝えながらインステップのダイレクトシュートとかの違いを解説していきたいと思います。それでは入れましょう。まずインサイドのダイレクトシュートの利点を説明するんだけど、利点が2つあって、インステップのダイレクトシュートはふかしちゃうことが多いんです。そうね、やっぱどうしても転がってきてるボールを跳ね返すときって力が伝わりすぎて上にバーンっていっちゃうことが多い。だけど今回のインサイドのダイレクトシュートはふかす可能性がかなり低くなるのがまず1つ目の利点で、もう1つの2つ目の利点が、インステップシュートよりもコースを狙いやすい。インステップシュートよりも威力は落ちちゃうんだけど、だけどすごいコースを狙ったいい隅のコースに狙いやすくなるから、両方ちょっと違うあるんだけど利点が。でもインサイドのダイレクトシュートも使う場面ってすごく多いと思うから、ね、そういう感じでちょっと解説していきたいと思います。普通のインサイドキックってさ、ただ押し出して蹴ってたじゃん、ね、グッと、そう押し出して蹴ってたんだけど、今回のインサイドのダイレクトシュートはこの押し出すに加えてちょっと回転をかけるイメージ、そうちょっとカーブかけるイメージも入ってくるんだよね。こうただただ押し出してた、そうじゃなくて、この足のインフロントに近い側で押し出すようにしながら巻く。ちょっとボールの当てる位置なんだけど、ど真ん中、ど真ん中だね。ちょっと下を蹴ったらやっぱ浮く、ちょっと浮くような感じになるのかな。けど、まあ、インサイドのダイレクトシュートって結構こうゴロに近い感じで打つシュートである、やるし、まあ、浮かしてもちろんインサイド巻くシュートを打つときはちょっと下目の方を蹴ったら浮き上がるかなって感じ。まあ、その2種類、中心当てる場合とちょっと浮かせて上のコース狙うようなキックをちょっとやっていこうかな。軽くね。おお、そう今ちょっと足の振った後の動きを見てほしいんだけど、ちょっともう一回、そうちょっと押し出しつつもね、回転かけてるんで、まあ今のね、ボール当てる位置とか蹴り方を意識しながらインサイドのダイレクトシュートやっていきたいと思います。インサイドはダイレクトシュートは、インステップと違ってこう吹かしにくくてコース狙いやすくて結構神コース何回も入ってそうだね。試合中は結構俺たちはインサイドのダイレクトシュートを打つのがおすすめかなって。インステップよりはこう豪快に決まるのは確かにインステップなんだけど、場面的にそっちが多いよね。インサイドの方がやっぱ点入る可能性は高いような気がするかなって感じだね。まあ実戦でもインサイドでダイレクトシュートを打つ機会って絶対あると思うんで、ちょっと試して打ってみてください。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。